こんばんは。髪ボサボサだ。疲れてる。寝てた。また昨日と同じぐらい。いや今日は低気圧かな。すごい頭がずっとね悪くてね、アクエリアスをじゃあ飲みますね珍しく。23時まで寝てました。いや疲れだよな、わかる。そうだよな。よいしょ。何時ぐらい、なんか何時ぐらいか寝てたかな。何時ぐらいか寝てた。なんか変な時間寝ちゃったんだよな。あ、全然わかんねあ、でも8時半ぐらいか。あれ、もっと早かったかな。ちょっとそんぐらい分かんないぐらいは寝ましたね。顔もむくんどるで。でも明日はちょっとねゆっくりできるんだ、あの朝はね。16日はお誕生日かける2マリナ姉さんとアンナちゃんがお誕生日なので書き物もかける2ですね。なんと多分アンナちゃんのイラストを書けば4期全員書いたことになりますね。結構4期は早い子、まだそのなんていうの、周年というかお披露目から結構なペースでハイペースでお誕生日迎えたので早いですよね。私の数々が間違っちゃなければアンナちゃんでラストだと思うんだけど、そう1月お披露目なのに、そう10月だからなんだみたいな、
か夏8月とか多かった気がするんだよな。8月だっけ、なんか夏多かったイメージあるんだよね。で逆にうちの同期は11月が多くて、もう辞めちゃった子も11月もいっぱいいたし、そう現状2期ドラの5人は6月6月8月11月11月だからね三村家と似た分布してる。三村家もね6月6月11月11月11月なんですよてか家族ぐらいの人数感だな2期ドラ、やばいうん、明日早いうちに書かないと、配信も早いうちにしないと。明日の配信はお昼ですか？わからない明日の配信はわからないね、うん、お昼にやるかもしれないし夜になっちゃうかもしれない。余裕あれば昼にやる、わかんない。でももうちょっと睡眠と回復が最優先なんで。そういえばさ、帰りも言ってたけどハロウィンの生写真の告知忘れてたんだよな。そうグッズ告知しようと思ったのに、言ってたよね私ね、あの10日までがなんか別の生写真で、14日までがハロウィンですってチャットに文だけ送って画像送れなくて、まあ、そりゃそうなのよ。ちょっとさもうブースデー祭りに全力全身すぎてできなかった。うん。歯並び悪い。歯並び悪い。歯並びだったっけ？悪くなったね私。私歯並び綺麗にしたんですけど。うん。大人になったら詰まっちゃった。下はね親知らずがこう横から生えてきてたから、勝手生えてきてたから悪くなっちゃった。めっちゃ綺麗だったんだよ、ひな動いちゃうのよ、しょうがないね。でもまああれはまあよいよだけど、中学生の時矯正してたんですよ。でも取れちゃったね。よいしょ。そう親知らずがこう。こうやってこう詰めたから動いちゃった歯が。よいしょ。で抜歯して親知らずを、抜歯したが間に合わず下の歯動いちゃったね。もうちょっと矯正は高くてできないわ。あと痛い
やるとしたらマウスピースとかだからな。あともうこれ以上ね、校内環境をね変えたくないのよ、歌い手としてはさ。今からじゃあ裏側ワイヤー入れて矯正しますとかやっても、裏側でワイヤーしてる時の歌は絶対に私が満足いく歌は歌えないですからね。うん、実際滑舌悪くなるので、そのマウスピースしてる時も。それはどうしてかっていうと、マウスピースのなんていうの、滑舌の部分がここが開く分やっぱ言いづらくなるんですよね。それでも舞台出てたけど、自分は中学の時は滑舌ね、早口言葉を言えたからな。私は赤巻髪、青巻髪、黄巻髪言えたからな。でも今東京特許許可局は言える自信ないよ。言えたけど今竹やぶに竹か、これが一番言えない。竹やぶに竹立て、竹やぶに竹立てかけたかったのは竹やぶに竹立てかけたかったからだみたいな、これが一番言えない。あとは何がむずい、新春シャンソンショー、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いたって、これ全然言えると思うんだよな。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。あとは私が得意なのは、違う、苦手なのは他行かな。立ちつてと、なんかあったっけ、あと めっちゃ得意じゃん。言えたよね、言えてるよね今結局結局言えてるんだよな今現状で。私が今これでこれはできないなって言ってても全然言えてて笑ってる。何言えないんだ。前に公演の MC でやった赤カピバラ、青カピバラ、黄カピバラはむずいよね。言えたけど今も言えたけど、あとは帰りピョコピョコ、みピョコピョコ、合わせてピョコピョコ、みピョコピョコ、これは言いづらいね。帰りピョコピョコ、みピョコピョコ、合わせてピョコピョコ、みピョコピョコ、これ言いづらいね。うん、あとは何ですか、早口言葉って何ですかね、何ですか、何があります。生麦、生米、生卵、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 むずいねあーバス大だバス大爆発で、バス大爆発オンリー、あ、隣の客はよく書き食う客だとかか。え、じゃあね、バスがん、バスガス爆発、うん、バスガス、ん、バスガス、ガスバス大爆発、あーね、オタク特有の早口で大体早口言葉になる。まあね、私もね結構 NGT48 のオタクでもあるんですけど、まあ NGT48 のやっぱ良さっていうのはやっぱりこうみんなが個性それぞれあってみたいなね。まずでもそれに関してはやっぱその NGT に限らずアイドルさんってそういうところあるんですけど、その NGT のなんか変な良さっていうのはそのアイドルらしくないっていう良さがあって、なんかやっぱこうね、オタク特有の早口です。声優泣かせのシャー少佐は言える、まずショって呼んだけどね
シャア少佐むずいよね。私的にそのプロセカでショータイムルーラーっていうワンダーランズショータイムの楽曲があるんだけど、ルイくんのバナーの曲なんですけど、サビ前になんだっけ君の感情の支配者さショータイムって言うんだけど、君の感情の支配者さショータイムって言いづらいのよ。支配者さショータイムってめっちゃ言いづらい。君の感情の支配者さショータイムって言いづらいっていう。支配者さショータイム言えないんで皆さん言ってみてください。支配者ね。いやめっちゃいい言葉だよね。私すごく好きで、ここ感情の支配者って、あの演劇のね、演技の人演劇のそのま、あのまあるいくんはそのなんていうのかな、演出家なんですけど、その演出家がお客さんの感情を支配してるっていうのがすごく好きだ、私そこの歌詞が。でも言いづれっていうね。支配者さショータイム、まあ、言えるようになったんですけど、そうこれめっちゃ変ですよ。君の感情の支配者さショータイム、いい曲なんで聞いてみてください。ショータイムルーラー、ちょっとねプロセカね、これから水木の今回のイベントも、これからというかそう近いうちに読もうと思ってて、全然これからでも構わないな、早めに見ちゃいたいな。ちょっとツイッターでネタバレ食らうのが嫌なんで、ちょっとちょくちょく情報はツイッターで流れてきて、おいネタバレすんなこの野郎って思ってんだけどいやこの野郎ではないなだから早めにね、そのネタバレ、完全にスクショでネタバレ食らう前に、うん、そう自衛しなきゃいけないのにさ、自衛しててもさネタバレ送ってくるやついるからな、普通にやめろよってやめてくれ。そう、うん、ツイッターはね、おすすめツイートでねいくらでも流れてくるからね。そうほんまにマニーです。だから早めに見ようかなって。そう、うん、いやわかるわ。ネタバレちゃんと嫌いぜなので、推しの子はいち早く読んだね。よし終わるわ。マリナさんが配信してるはず、ひまたぎ配信だからちょっと早めたんだ。誕生日ます。13位ゲンゴロウさん、12位ヒノヒーナさん、11位タムヒロさん、10位ムッチャンさん、9位イヌくんさん、8位シンイチさん、7位ヨウイチくんさん、6位突破球さん、5位ムツキさん、4位トウゴさん、3位アズキさん、2位ヒョリゲタさん、1位ヨッタさん、ありがとうございます。ほいじゃ、まあ、私はねもうちょっとあんまりゆっくり、ちゃんと SNS とかも更新できてなくて申し訳ない。ちょっとまだ結局ブースティー祭りが終わっても今度はね、いろいろもろもろ追いつかなきゃいけなくて、もうマジでドッタンバッタンですが、大騒ぎですが、よろしくお願いいたします。それでは皆さんまた明日、おやすみプラ、バイバーイ。じゃあねー。